こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。また、取り消すの起動画面ね。バーチャファイター3ネタね。てか、ウプ主、まだいちいち時刻合わせしてるし。そういうやつだぜ。それで、今日は何？今日は、オープニングの背景の色だぜ。前回、やったんちゃうん？前は3種類だったが、今回は、1種類増えて、4種類だぜ。あ、またデフォルトからやん。全部見るの？せや。ま、このデフォルトは夕焼けなんだろうが。赤すぎて、セカンドインパクトみたいだぜ。はいはい。ま、短いから見るわ。まずは、デフォルトの終わりだ。もう、飽きるほど見たわ。まあなあ。じゃ、続いて2番目だ。あ、そうそう、この色ね。デフォルトに慣れているけど。こっちが、本当の夕焼けの色よね。そうだな、こうやって見ると。デフォルトの色は気持ち悪い。てか、あんな色、ありえんよな。空が明るいから、キャラの色も明るいわね。そうだよな、こっちが普通の色なのに。デフォルトに慣れているから。こっちが、露出オーバーに見えるよな。こっちが、デフォルトでもいいわね。せやな。もうすぐ終わるぜ。私は、こっちが好きだわ。そういう人も多いだろうな。で、次が前回出さなかったやつだぜ。妙に、楽しみだわ。まあ、見てみ。はいな。出るぞー。お、暗いのね。そうなんだ。夜に近づいているのか？夜明けなのか？って感じの暗さだぜ。まあ、渋いわね。
こんな感じでした。これも、デフォルトみたいな不自然さがなくていいわ。私も、そう思うぜ。はい、リオンがやられて終わりました。次、また前やったの見るの？もちろん、見るぜ。行くぜ。この、空の色ねえ。黄色いぜ。いまいち、時間帯も天候もわからないわ。まあ、ラウステージで万里の頂上だから。中国の空の色なのか？黄砂が舞いまくっているのか？ PM2.5 の空の色なのか？ PM2.5 って、空が黄色くなるの？知らん。なんや、それ、まあいいわ。こんな感じで、4種類あるわけだ。もう、出てこない？多分なぁ。ということで、いつも長いんで。今日はさっさと終わろうぜ。今回の動画はこれにて終了です。最後までお付き合いしていただいた皆様、お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。ゲームオーバー。